皆さんこんこにちは今日は思いを超えた祈りの答えということでお話をさせていただきます私は、えー、新宿のある商業施設で働いているのですが、えー、以前今はもう廃館になってしまったんですが渋谷にあるある館にですね週に1回、えー、行っていましたでそこは売り上げがですね非常に良くなかったので 警視削減のためにそこの常駐のスタッフはカットしてそしてうちの館からヘルプという形で交代へみんなで行くことになりました新宿に比べて館自体が小さく4階建ての建物なのですが4階は倉庫と事務所になっており実質店舗は3階までショップ数もカフェ合わせて15程度の小さな館でした 周囲の施設は大きいところばかりだったので逆に小さくて目立つようなところでした渋谷のど真ん中にあるのにとても平和で穏やかな職場でしたしかしお店は忙しいということはなく販売状況は決して良いとは言えないものでした最も売り上げの高いショップがカフェで その次が入り口で行っている祭事というちょっと痛い館でした旗で見ていてもこれで大丈夫かなと思うぐらいだったのである時期からこのことを祈り始めました一日にこれぐらいのお客様が来るように一日の館の売り上げがこれぐらいになるように一つ一つ具体的に祈っていきましたさてその後 春ににある企画を行うことになりましたそれはゴールデンウィークに向けて映画館で上映されるあるアニメとコラボするというものでカフェの内装をそのアニメのものにしてそして催事で限定品のグッズを販売するという形でしたコラボイベントの当日の担当者が翌日会った時に話してくれました 朝行ったら店の前にずらっと人が並んでいたというのですあの閑散とした館でそんなことが起こるのかととてもびっくりしましたしかし話を聞いていくとその人の並びというのは日が経つごとに増えていっているようでしたその館には交代で皆で行っていたのですがついに私の担当の日が来ました 混雑具合の話を聞いていいたた。のので、で行くのは億劫でしたいざ行ってみると朝7時前なのにもうすでに館の先まで人の列ができていました勤務前でしたが吐列整理に追われ結局その日は一日中他の人と交代で終始吐列整理と誘導をしていました5月に入りゴールデンウィークになると 人ではさらに加速しましまた。そしてついに5月の連休の期間の私の担当日が来ました。今日はどうなるのだろうと思い朝行くとすでにはるか遠くまで人の列の並びが見えました。今まで見たこともないような人でした。もうその時に帰ろうかと思うほどでした。 しかしそうもいかないのですぐに整理を始めました館のバックヤードに入れて並んでいただくのですが数が多すぎてとてもではないが入れません結局屋上を開放して屋上に並んでいただくことになりましたバックヤードに入れそして外の非常階段を上がり屋上に上がっていただき屋上を蛇行するようにして 並んでいただいて、ざっと数えて約700人ほどの人でした。4階建てのショップ数も15程度の館で、ありえない数でした。途中、何人もか応援に来てくれて、なんとか1日さばくことができました。歩道に人が溢れ、クレームが来ないか、また警察に怒られないか、具合が悪くなる人が出ないかなど、心配しながら見ていました。 集まったお客様たちも、なんでこんなに人がいるのとみんな呆れ顔でした。その日、終始そのような感じで一日を終えました。結局その日が過去最高の人出の数で、その日が終わった時、このスタッフの人たちはみんな泣きそうな顔していました。 結局その企画があまりにも好評だったので2週間という話だったのですが1ヶ月以上続きましたそしてその1ヶ月で館のほぼ1年分ぐらいの売り上げがあったそうです催事のショップマスターの方に最後の日大変でしたねと言ったらもう会社途中で辞めようと思ったと言っていましたお正月のセールが 1> 1ヶ月続いたと言えば伝わるでしょうかそのことは語り草になっていますがしばらくしてからあれは祈ったことの答えだったのだと気がつきました神のなさることに感謝します